次のニュースです。はい、エアレジがビットコイン支払い開始というニュースですね。パチパチパチ、はい、もうこれね、うん、コインチェックさんと、はい、ビットコイン決済で提携したリクルートさん、おエアレジっていうサービスなんですけれども、コインチェックさんっていうのはコインチェックさんは取引所です、仮想通貨、ね、日本のね、はい、うん、でエアレジはリクルートがやってる、ね、そうですそうです、うん、iPad でなんかレジやる、うん、決済するお店とかありますよね最近。はい、あ、はいはいはい、うん、あれエアレジですね、大体。へえ、なるほどなるほどなるほど、うん、まあ違うサービス使ってる人もいるかもしれないけど、うん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 、これね7月3日から、うん、もう最近ですね、3日前ですね、うん、ビットコイン支払い対応を本格的に導入したというニュースです。ちなみにこのエアレジはですね、うん、今のところ開始 3,4 年なんですけれども、はい、今ではもう導入が27万店舗を超えてるっていうサービスですね。うん、うんうん、まあ言うたらやってる母体がリクルートだね、うんうん、そのちゃんと営業活動してるから、ね、そうですね、うん、なのでそこがまあビットコイン支払いも対応しだした、対応しだしたっていうことですね。これ一気に広まりますね。一気に広まりそうですね、うん、分かんないけど保険かけるな広まるでしょ広まるしかないでしょ、うんうん、なるほど、うん、まあ、ビットコイン支払いの他に、うん、LINE Pay、はいはい、スタンプ買えるやつね、うん、あとアリペイ、アリペイって何ですか？アリババのペイメントです。ほうほうほう、中国ではメジャーなツールなんですよ。あ、はいはい、アリババって中国のね、そうです、あのなんていうの、通販サイト、そうですね、通販サイトっていうのかな、うん、通販ですね、うんうんうん、はいはいはい、アリペイにも対応してるそうで、うん、本当にもう財布を持ち歩かなくていい、うん、スマホだけ持ち歩いてれば決済ものは買える、はいはい、サービスは受け入れるっていうような時代がそこまで来てるっていう感じです。実はですね、はい、このモバイル決済という点においては日本は中国にものすごい遅れてるんですよ。あ、そうなんですか。はい、中国では電気も水道もインターネットも、もう通信関係全部ですね、うん、あとタクシーもそうですし、うん、海外送金もそうですし、はい、屋台でも使えるんですよ。へ、うん、これ写真ちょっと載っけときますけれども、うん、こちら見てください。この屋台の横にですね、うん、アリペイの QR コードが貼っ付けてあるんですよ。でそれを払う人はそれで読み込んで、うん、アリペイで払えるんです。なるほどなるほど、うん、これはあの元と交換できるんですね、アリペイもその中の通貨、はいはい、LINE ペイと、はいはい、あの考えてもらったらいいんですけれども、うん、面白いのがこの間僕のお友達の社長さんがですね、うん、中国に行ってきはったらしいんですけれども、はいはいはい、そこで、まあ、ホームレスの方が、うん、そのカンカンにね、はい、路上で座って、はい、カンカンでみんなに、まあ、コインを現金を入れてもらうようにもなってるんですけども、うんうん、そのカンカンにアリペイのコードを貼っ付けてあるんですよ。なるほどなるほど。こちらはですね、首から下げておられるっていう形ですね、はい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 、まあ、それぐらいもうメジャーってことですね。メジャーです。なんかこのホームレスの方もそれで支払いを受け取って、つまりスマホとか持ってるんでしょうね。なるほど、うん、っていうような形になってるっていうような感じですね。だから日本だいぶ遅れてるんですよ。あ、そうですね、いわゆるガラケーであの、うん、お財布携帯とかありましたけど、あれの仕様が日本だけやったというのがあって、うん、その世界グローバルからはすごい、ね、遅れてるというのは言われてましたけど、うんうんうん、実際にもこんなにも差があるんですね。そうですね、なんか中国はあんまなんか遅れてそうなイメージがありますけど、うんうん、全然そうじゃなくて、うん、ものすごいもう抜き去られてるって感じですね、うんうん、まあ、実際アジアの国とかでも、うん、もう全然抜き去られてますからね、うんうん、このそうですね、ネット環境というか支払い方法とか、うんうん、ドバイとかなんかも全部も電子でやられますし、ああそうですか、国によってはその土地の登記とか も一瞬で終わっちゃうとこもあります。ここの国とかやったら、うん、法人登記が1日もかからない、うん、それで電子で管理されてるんでとかありますんで、意外に日本ってめっちゃ遅れてるんですよ ね、うん、もう先進国と思ってるのは日本人だけみたいな。あ、痛い、耳が痛いけど本当にそうなんですよ ね、うんうん、頑張りましょう頑張りたいですね。まあ実際海外旅行者に痛感することですね。まあやっとこさね、そういう未来が僕たちにもやってきたという感じですね、はい、うん、話を戻しまして、はい、このビットコインで気軽に直接支払いできるっていうのは、うん、もう消費者としてはですね、かなり大きなニュースじゃないかなと僕は思ってます。おうおう、今のところね、ビットコイン投資で利益が出た分は、うんうん、ビットコインで支払えるってなると税金かかんないんですよ今のところね。お、なんかすごいこと言いましたね、うんうんうん、ビットコイン投資で利益が出ました、それをビットコインで払うと、はい、税金かかんない、はい、ですね、ビットコイン投資で普通株とかやったらここの利益分にはい、税金かかるじゃないですか、うん、これがないんですよビットコイン。円に換金しなかったってことですね。そうですそうです、はいはい、ビットコインで買っ
ビット、うん、どういうことや。だからビットコインに入れて、うん、でビットコインを増やすでしょ。でその利益分に税金かかんないわけですよ。わかりました、わかりました。はい、まあ仮にね、1ビットコイン1万円としたら、はい、それが1万1000円になった時に、うんうん、1万1000円分の買い物ができるわけですよね。そうですそうです。自分は1万円しか払ってへんけど、うんうん、1万1000円分の買い物ができるってことは、その1000円分は得してるっていうか増えたから、 そこには税金かかんないよ、ね、かかんないです、意味ですね。かかんないです。まあ今のところね、さっきも神尾さん言いましたけど、うん、日本円に戻した時に税金がかかるっていうルールなんですよね、うん、はいはい、FX でもそうですけども、うんうん、あ、そうか、そうですよ、うんうん、まや。なんでビットコインのまま支払い可能っていうのはものすごい大きいんですよ。なるほどね、うん、はいはい、うんうん、こっちで増やしたくない逆にぐらいでしょ。、うん、まあ、今のところね、まあ、27万店舗ある中の、うん、その334店舗で BT 支払いが可能になったということですけれども、あのエアレジの中で、そうですそうです、あ、はいはい、そもそも27万店舗が導入しているエアレジなんで、うん、まあこのね、334店舗の導入事例を見て、うん、自分とこもっていうふうに入ってくる、どんどん導入店舗が増えてくるっていうことがこれから考えられるんじゃないかなと。僕はそこに違うと。あら。けど、まあこれはちょっとニュあの本編でやりましょう。ああ、なるほどなるほど、うん、これ絶対来ないと思う。来ない、うん、あ、なるほどね、と思うんで、まあ、そこはちょっと対立の、うん、あ、わかりました、続きしないと。僕ずっと仮想通貨賛成派みたいな立場で座ってますけど、その辺がちょっと僕の意見は違うんで、まだちょっとそこは本編の対決の続きやらないと。そうですね、全然対決しない。全然対決せんと、も普通で2人で未来語ってるんで、まあいいんですけど、あの番組の企画が成り立てない。成り立てない。対決、ちゃんと対決しましょう。はい、それ一応、それが一応この仮想通貨シーンの売りというか、あ、なるほどなるほど、そのあの面白い点としてやっていきたいんで、そうですね、そこはちょっとまた、神尾さんはそこは反対ということですね。反対というか、ないと思う。ないと思いますね。ないと思います。まあ、1ヶ月、2ヶ月、まあ、今年の末ぐらいになったら、もうね、これ分かるんで、まあ、すいませんって言ってるかもしれない。動画の公開までに分かるんで、はい、まあ、その時僕、じゃあもうスーツ着て、ね、謝罪会見します。あの社長さんみたいな。まあこれを機にですね、はい、ビットコインが注目されて、うん、まあ、買われることになれば、さらに価格の上がる試合が整っていくんじゃないかなというふうに思ってます。特に中国人観光客の方とかって嬉しいかもしれないですね。そうですね、ビットコインも出る方多いですからね、うんうんうん、というわけで、はい、久々にビットコインに関してですね、うん、グッドニュースが、はいはいはい、ね、嬉しいですね。嬉しいですね、うん、嬉しいんですか。まあ、それはそういう未来になっていくのはいいことなんで、ね、なるほどなるほど、うんうんうん、という感じで、はい、今回の今週のニュースを追いさせていただきます。はい、今週はポジティブなニュースですね。そうですね、前回はちょっと悲観的な、悲観的なニュースが多かったです。今回3つともいいニュースというか、うん、逆にね、それだけ集めたっていう感じなんです。なるほどなるほど、はいはい。まあ、基本的にはポジティブなこと多いですよ、仮想通貨業界。まあ、じゃなかったら上がらない、ね、そう、どんどん上がっていってる業界ですからね。では、また来週も新しい仮想通貨のニュースどんどんお送りしていきますので、見逃さないためにぜひチャンネル登録をお願いします。お願いします。メルマガもやっております。メルマガもお願いします。またメルマガは仮想通貨のことは書いてないです。書いてるで、あんま、うん、書いてます。この動画いいと思われた方ぜひいいねボタンをお願いします。お願いします。お願いします、はい、それではまた来週もお会いしましょう。見ていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。神尾さん、神尾さんはネガティブニュースを集めて、うん、僕ポジティブニュースを集めるみたいな感じにしたらいいんですか。で、僕は別に仮想通貨を別にそこは適してないで、ただに一部一部で突っ込みどころあると思う。ああ、なるほどなるほど。なるほどね。仮想通貨自体は僕は目の敵にしてるわけじゃない。なんで敵にするか分からない。親の敵ぐらい。いや、で、まあだから僕もその突っ込みてるところの条件が整えば逆に仮想通貨が広まると思ってる、ね。ああ、なるほどなるほど。でも現状ではもちろん。第1回言ったけど、ポジティブなところはネガティブとか、そうじゃないですか、うん、まだこれからの時期なので、なるほどですね、だからそこを指摘する部分も必要かなという、あ、なるほど、なるほど、なるほど、了解しました。はい、はい、では、さよなら。リップル買わない。買うに、買うに、すぐに買わない。